いやー、年末年始は結構いろんなイベントがあるから忙しいんだよな。まあ家族との予定もあるし、いろんな親戚周りもあるし、結構私服を着る機会が多いんだよな。まあそんな時にもうちょっと冬のコーディネート、バリエーション広げたいんだけども、誰か具体的に教えてくれないかなと思ってる皆さん。こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の冬の休日コーデ参戦というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ冒頭にもお伝えした通り、冬はですね、様々なイベントがあるかなと思うんですね。まあ特に年末年始はお休みもありますし、休日ご家族で出かけたいですとか、お一人でですね、休日を堪能することもあるかなと思うんですね。まあそんな時に具体的に参考になるようなコーディネートですね、今回は3つ作ってみましたので、よかったら皆さんもですね、参考にしていただければなと思っています。まあ今年の冬結構暖冬と呼ばれていますが、それでもですね、やっぱり12月後半、1月になるとかなりですね、気温が下がってくるので、まあそんな時にもですね、暖かさをキープしながらもですね、おしゃれに見える着こなしを今回はしっかりめに解説をしたいなと思っていますので、よかったら参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的に大人の冬の休日コーデ皆さんにですね、解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、テーマを掲げるとしたら、休日のですね、綺麗めコーデということで、年末年始に、まあ、親族と集まったりですとか、初詣に行く時だとか、ちょっとかしこまった着こなしをしたいなという時には、このようなですね、コーディネートが想定できるんじゃないのかなと思っています。僕がですね、今回メインに着ているのが、こちらのコートですね。いわゆるチェスターコートと呼ばれるような、まあ、ベーシックな形のコートになっています。こちらは今季のグリーンレベルのものなんですが、タイトな雰囲気のですね、チェスターコートではなくて、少しゆったりめのシルエットになっているのが、今っぽい仕上がりになっているかなと思います。肩周りはですね、ラグラになっていて、丸みのあるようなシルエットになっていますし、あとは身幅もですね、ほんのり緩さがありますので、タイトなチェスターコートは割とこうビジネスカジュアルだとか、そういった場面で使うことが多いんですが、まあ、こちらに関してはカジュアルに合わせやすいような、そんなコートに仕上がっているかなと思います。で、色なんですが、これはですね、表記はちょっと定かではないんですが、まあ、ベージュとブラウン混ぜたようなですね、秋冬らしい配色になっています。そしてよく見るとわかるんですが、うっすらと柄が入ってるんですね。細かいチェック柄が入っているので、単調に見えないんですね。結構皆さんもですね、無地のコートはすでにお持ちだという方少なくないかなと思うんですね。まあ僕もですね、ネイビー無地だとか、ベージュ無地とか、ダークグレー無地とか持ってるので、ちょっと雰囲気を変えてですね、このようなベージュからブラウンぐらいの色味で、ちょっと細かなチェックが入ってるものは、人との差別化もできますし、ちょっとこうクラシカルな雰囲気がして、僕は結構好きなんですね。まあ今回はこちらのですね、ちょっとこう、ややカジュアル感のあるチェスターコートをですね、メインにしながら、も内側はですね、一番下見ていただくとですね、これストライプ柄のですね、バンドカラーシャツを一番下に入れています。これでまあレイヤードを作ってるんですね。まあ、このストライプのシャツの上に丸首のニット、これはですねライトグレーのものですね、合わせてみました。まあ、ちなみにですね、このバンドカラーシャツなんですが、無地でも全く問題ないんですが、今回はですね、手持ちのストライプ柄を取り入れました。ストライプ柄があって、そしてさらにこうチェック柄だとややうるさく感じるかなと思うんですが、まあ、チェックとストライプでまた違った要素のですね、柄物なので、まあ、合わせても NG ではないので、まあ、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。で、上半身に関しては割とですね、アクセントがありますので、ボトムスに関してはブラックでシャープに引き締めてみました。コート自体が少し緩さがあるので、ボトムスはギュッと細くするのもいいんですけども、適度にゆとりがあるようなブラック系のイージーパンツですね。僕がお気に入りのものを履いています。そして足元に関しては、最初ニューバランスを合わせていたんですが、まあ、せっかくですね、小綺麗な着こなしを目指すのであれば、やっぱり王道は白系のレザースニーカーかなということで、これはデバイスワンですね。こちらを合わせてみました。これソールがちょっと厚みがあって、足長効果があるので、綺麗めな着こなしの時にはすごく相性がいいかなということで、こちらを合わせてみました。まあ、このような着こなしを大人の男性であれば、
一つは持っておいてあげるとすごく安心感があるかなと思います。僕もですね、最近だんだんカジュアル化のですね、波に押されて、中綿のアウターだとか、まぁ、ちょっとこうカジュアルなアウターを着ることが多かったんですが、それだけじゃなくて、むしろ綺麗めなコートみたいなものもしっかりと着ることで新鮮な気分にもなりますし、ファッションのこのバリエーションだとか、着こなしの幅というのが楽しめるかなと思うので、まぁ、改めて最近ロング丈のコートを楽しんでいます。ぜひですね、カジュアル派の皆さんもですね、たまにはロングコート着てもらうと、かなり鮮度の高い着こなしができるかなと思うので、ぜひお試しいただければなと思っています。はい、続いて二つ目のですね、着こなしなんですが、今度はですね、ダウンを主役にした着こなしを作ってみました。まあこれは先日から皆さんにもご紹介していますが、まあ今期のビューティー&ユースのですね、小松マテーレのダウンですね。まあこれがやっぱり使い勝手が良くて、まあ大人の男性にも似合いやすいような一着になってるかなと思います。まあもちろんですね、ユニクロのハイブリッドダウンパーカーのブラックだとか、あとはオリーブなんかでも全然いいかなと思うんですが、まあこちらをメインにしながらですね、今度着こなしを作ってみました。まあ、僕はダウンはですね、圧倒的にブラックが多いんですね。ブラックがだいたい7割ぐらいで、残りのですね、2、3割が、まあ、オリーブだとか、ちょっと違う色があったりするわけなんですが、まあ、ブラックはですね、やっぱり使い勝手がいいんですね。まあ、その分、こう、地味に見えがちな黒ダウンの内側には、やっぱり差し色になるようなニットを持ってくるのが、鉄板かなと思います。まず一番下にはですね、これ、ちょっとわかりづらいんですが、白 T シャツなんですけど、ややモックネックになっているですね、ユナイテッドアローズの今季の T シャツを着ています。その上にはこれ、最近ですね、セールで買いましたビューティー&ユースをですね、ロイヤルブルーのニットを着ています。まあ、この色味がですね、めちゃくちゃ綺麗なんですね。僕はカラーニットってすごく皆さんにお勧めすることが多いんですけども、その中で最も優先順位が高いのが、ロイヤルブルーだと思っているんですね。これなぜかというと、大人のベーシックカラーの一つにネイビーという色があるかなと思うんですが、まあ、ネイビーって結構着慣れた色だと思いますし、見ていて違和感がないかなと思うんですね。ただネイビーをニットに持ってきても、決してこう華やかさっていうのは出てこないんですね。安定感のある色で、見ていて違和感はないんですけども、そのネイビーよりももうちょっとですね、明るく華やかにしたロイヤルブルーという色合いというのは、まあある程度ですね、ブルー系なので、違和感はないんだけども、ちゃんと華やかさが出るので、結構ですね、いろんな方に似合いやすいかなと思います。真面目な雰囲気な方であっても、意外とロイヤルブルーぐらいだったら似合ったりするので、まあ、ぜひトライしていただきたいカラーかなと思っています。まあ、今季ビューティー&ユースのものを着ていますが、まあ、先日ご紹介した公園のですね、ニットもなかなか色味がいいかなと思うんですね。まあ、そのあたりのブルー系のニットで、ちょっとですね、ダウンの内側に彩りを加えてあげるとバランスがいいかなと思います。まあ、人によってこのあたりのニットの色は様々で良くて、まあ、ベージュ系で柔らかくまとめるのもいいし、あとはちょっとこう40代後半以降の方だったら、あえてレッドのニットなんかを持ってきていただいて、すごく華やかな雰囲気に振ってあげるのも結構バランスが良かったですので、このあたりはですね、お好みでニットのカラーは遊びを聞かせていただきたいなと思います。で、ボトムスに関しては、まあ、ブラックでまとめるのもいいんですが、まあ、ちょっと色を変えるのが個人的には好きなので、ブラックのダウンに対してグレーのパンツ、このあたりも動画の中では再三お伝えしていますが、ハマりがいいです。モノトーンでハマってくるので、まあ、ぜひお勧めしたいのがグレー系かなと思います。これはですね、今季のですね、タックワイドパンツ、ユニクロのものですね。結構グレーの色味が良くて、まあ、いわゆるこう、ミディアムグレーからダークグレーの間ぐらいのですね、濃すぎず薄すぎないような色で、ちゃんとこう、ブラックとの違いが出せるので、非常にハマりがいいなと思います。で、グレー系のパンツって、残念ながらこう、単体で見ると、あんまりかっこよくないんですよ。ちょっとおじさんっぽく見えるところもあるんですが、コーディネートの中に入れたりすると、すごくバランスがいいですし、特にアウターをブラック系にした時のハマりといったら、まあ、すごくバランスよくハマるので、これ一本持っておくと便利なんじゃないのかなと思います。まあ、シルエットはですね、ダウンも少しゆとりがあるので、僕はタックワイドパンツぐらいの少しゆとりのあるものが好きなんですが、まあこのあたりはグローバルワークのアーバンスラックスだとか細身のものですね、そういったもので代用していただくのも全く問題がないかなと思います。で、足元なんですが、まあ、今回はちょっと綺麗な雰囲気をやや出したいなということで、クラックスのワラビーですね、こちらを合わせてみました。まあ、革靴を持ってくることで、ダウンの持つカジュアルさを少し和らげてあげようというですね、意図があります。とは言っても、まあ、ちょっと綺麗さを出したいからといって、ストレートチップの真面目なシューズを持ってくると、唐突な感じがしてしまうので、ちょっとそれはそれで合わないんですね。なので、革靴の中でも適度にカジュアル感のあるような、
こういったワラビーですとか、あとはデザートブーツだとか、まあさらにはローファーとか、そのあたりのちょっとカジュアルな革靴を合わせてあげるとですね、全体のバランスとしては合いやすいんじゃないのかなと思います。まあこのような形で、まあブラックをですね、ちゃんと効かせながらも、モノトーンのグレーだとか、あとはこういったロイヤルブーですね、このあたりを効かせながら着こなしを構成してみました。割と簡単な着こなしなので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいですし、これダウンを脱いだ時にもすごくですね、ニットの色も綺麗なので、室内でもちゃんと着映えするというところも含めて、ぜひ皆さんにもトライをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目の着こなしなんですが、今度はですね、ダウンではなくて、中綿のアウターですね、こちらをメインにした着こなしを作ってみました。まあ、先日もですね、軽く触れましたが、まあ、こちらは僕がですね、オリジナルで作っているブランド、ソウのですね、中綿のモッツコートなんですが、まあ、このようなですね、ダウンではないんですけども、中綿のアウターで少しですね、デザイン的に丈を長くしたりだとか、少しですね、ダウンとは違ったアプローチをしているものが、最近は増えてきてるんですね。僕はそのようなものをですね、最近リアルで着ることが多くてですね、まあ、こちらのアウターも最近よく着ているわけなんですが、まあ、こちらをメインにしながら今回はコーディネートを組んでみました。まあ、この中綿のアウター自体の色はですね、ダークグレーということで、少しですね、ブルーみがかったようなダークグレーになっているんですが、まあ、こちらをメインにしながらも内側はですね、濃い色でまとめています。まあ、一番下にはですね、相変わらず白系の T シャツを重ね着していまして、その上にはですね、これブラック系のですね、あぜ編みのニットですね。これも今季のビューティー&ユースのものをですね、セールで購入をしました。まあ上半身をですね、ダークグレー、ブラック、ホワイトということで、モノトーンでまとめて、まあボトムスに関しては、まあちょっと上半身が重たいので、やや明るさを出したかったので、オフホワイトのパンツですね。これちょっと数年前のものになるんですが、こちらを合わせてみました。まあもちろんですね、ブラック系のパンツでも合わせられるんですが、どうしても冬の着こなしって重たくなりがちなので、僕は冬こそですね、白パンを存分に使うようにしてるんですね。そうすることで結構ですね、明るさも出せますし、重たくなりすぎないんですよね。まあ、特にですね、今回はこちらのですね、中綿のアウターがミリタリーベースのデザインになってるんですね。まあ、モッツコートのデザインをイメージしながら作られているので、まあ、失敗するとやぼったく見えてしまうので、まあ、それに対してホワイトのパンツで爽やかさを足してあげるというアプローチをですね、今回は取り入れてみました。まあ、サイズ感はですね、コート自体も少しゆったりめで、まあ、ボトムスも少しゆるさを持たせています。そして足元に関してはニューバランスをですね、グレーのスニーカーということで合わせています。まあ、白パンはですね、結構キザに見えがちなので、グレーのですね、こういったニューバランスのちょっとこう、やぼったさをうまくミックスさせることで、コンサバに見えすぎないように調整するのが個人的には好きなので、このような形で合わせてみました。まあ、結構冬の中でもカジュアルめの着こなしになってますし、まあ、トレンド感をですね、程よく混ぜたようなスタイリングになってまして、個人的には今回ご紹介した3つの中で、最もですね、私服に近いような着こなしになってるかなと思います。僕の場合はですね、内側もスウェットにしながら、もうちょっとカジュアルに振ってしまうんですが、まあ多くの男性にとってはですね、丸首のニットの方が合わせやすいかなと思うので、まあぜひこのような着こなしも一つの参考にしていただければなと思います。まあね、冬も結構長いですから、ダウン一着だけだとどうしても飽きてしまうってこともあるんですね。僕もですね、結構そういうことが多かったので、冬のアウターですね、カジュアルなダウンだけではなくて、中綿のアウターでバリエーションを出したりしながら、なんだかんだでですね、結構アウターたくさん持ってるんですね。アウターが変わると印象大きく変わるので、まあ皆さんもですね、ダウン一着持っていたら、ちょっと違ったアプローチですね。ブラックのダウンを持っていたら、オリーブ系のダウンを買ってみるというのもいいかなと思います。もしくは、通常のダウンよりも丈が長いようなこういった中綿系のアウターですね。まあ結構いろんなブランドから出ていますから、まあ GU とかでも出てます。まあ気軽に買うのであれば、そのあたりもすごくいいかなと思うので、まあバリエーションをですね、ちょっと広げてもらうと、長い冬をですね、まあ楽しく過ごせるかなと思うので、まあぜひこういった丈の長いですね、中綿のアウターの着こなしも、皆さん頭の片隅に置いていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では大人の冬の休日コーデ参戦というテーマでお届けをさせていただきました。まあそれぞれですね、気温ですとかシチュエーションに応じてですね、綺麗めからちょっとカジュアルな着こなしまで皆さんにご紹介させていただきました。まあコートを使った着こなしなんかも結構重要で、親戚周りですとかちょっとかしこまった場面なんかにはやはりですね、ダウンもいいんですけども、ロング丈のコートが一着あるとすごく便利ですし、そういった着こなしもまあ横展開できるように
いくつか持っておくとすごく使い勝手がいいかなと思うんですね。まあそれだけではなくて、ダウンですとか中綿のアウターを使ったコーディネートもちゃんとですね揃えておくと、この冬の休日コーデかなり充実するかなと思うので、まあぜひ皆さんもですね、今回の着こなしをベースに皆さんが持っているアイテムを使いながらですね、うまく再現をしていただきたいなと思っています。まあこれからもこちらのチャンネルではこのような形でメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っています。ただ普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けのブランドに関してはですね、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですねライブ配信を行っています。皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですね動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくりと時間が持てない方のためにですね、オンラインサロンというものもやっています。こちらは動画じゃなくてですね、文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をほぼ毎日配信をしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。またそれだけではなくてですね、参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、様々な方向性のファッションの情報をですね気軽にですね得られるような場所になっていますので、こちらも気になる方は概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。